だと土砂原でやってます。佐渡原。佐渡原。土砂と私はチャンプルすなよ。ややこしいから。まあまあ今日せっかくなんでね、あの相方の顔と名前だけでもね、うん、あの覚えて帰ろうと思ってます。あ、まだ覚えてないんや。申し訳ない。コーラは安いな。何の話から入ったんですか。コーラ。安いわ。あらまよ、できたもんでない。コーラは安い。そういう結論ですわ。終わりかい。教えたのか。それはな、ゴルフの話題を持ちかけんねん。あ、ゴルフですか。そう、あの人はゴルフ大好きやねん。ゴルフやったことないですね、僕。いや、大丈夫。しかもあなたゴルフやったことのない人が好きやねん。あ、やったことのない人が好き。そう。どういうことですか、それ。ビュー。いや、つまりな、ゴルフ好きってのはゴルフ教えたいだけやから。あ、ゴルフ教えたいタイプの人。ビュー。ですか。嫌なやつが来た。おー、嫌なやつやと。人聞きの悪い。俺のどこが嫌なやつやねん。俺はお前のミスを喜び小馬鹿にしてるだけ。むっちゃ嫌なやつやな、おい。何なん。あ、申し訳ございません。私、大阪府警捜査一課、吉田と申します。そうですか、どうも。おい、西川、お前がまさかここにいるということは、まさか強盗団を狙っちゃう。まさかの強盗団出てきました。まさか2回出てきましたけど、大丈夫ですから。おい、西川、お前も強盗団を追ってんのか。ただいま。今日はしゃぶしゃぶと浜田のポン酢を買ってきたぞ。わーい、パパ、私しゃぶしゃぶ大好き。あなた、やっぱりしゃぶしゃぶには浜田のポン酢よね。家族団らんは浜田のポン酢。次僕か。なんかは言えよ。何々とかけましてみたいなね。ご飯とかけまして。発足できる。ご飯とかけまして。ふりかけをかけます。かけすぎや、お前は。ルール知らんのか。え、何々とかけましてときたら何々と溶きます言うねん。ご飯とかけまして。ご飯とかけまして。生卵を溶きます。卵かけご飯やないか、お前。嬉しいかというと、今日は大人のお客さんが多いから最高です。確かに大人の方多いね。たまに子供がいるんですが、子供って大体自分で来てませんからね。わかりますか。まあ、この小さな子供なんて漫才笑わない。漫才っていうのは言葉遊びです。まあまあ、言葉遊びっていうのはある程度言葉に情報共有を持っていないと、うん、正直言葉遊びで笑えないに決まってる。言葉知らないとね。でもこういうところに小さな子供を連れてきてるお父さんお母さんっていうのは、うん、多分姑さんに預ける関係性ができてないんでしょう。いや、そんなことないと思うよ。なんかレストランとか喫茶店で大きい声だな、すいません水くださいとかって言えて言えないですね。なんかおじさんなんかあの大きい声だな、すいません水くださいなんていうの見るとすごい喉渇いてんななんて思っちゃうんで、俺あんま喉渇いてるおじさんだと思われたくないんで、いつもどうにか店員さんと一生懸命こう目を合わそうとするんだけど、あれ店員さんもプロでなかなか目を合わせてくれないですね。ほんとこっちが意を決してこうすいませんってこうするとお話のすいませんに持ってかれちゃったりしてね。ほんとこっちはこっちすいまーぐらいで止まっちゃって、もう周りからしたらあれあいつ水泳選手なんじゃないのみたいな、勝手に思われても嫌だなって気にしながら生きてるんですけど、みんなどう。やのよ俺ね。お前なんかじゃあ1位とかおらへんの。ほなもちろんいますよ、僕も1位。あ、そう。ずっと昔から1位なんですよ。長いで。あ、そう。もう僕の中でずっと不動の1位で、うん、僕あの一番好きなのは麻婆豆腐。もうねずっと好きなんですよ、昔から大好きで。長いで。話聞いてた。ずっとね家でねずっとこういうなの一人でずっとやってるんです。はい、よいしょよいしょよいしょ。おー、いけたね、いけたね。あー、どうもね、うん、これはね、あの僕のプロポーズがめちゃめちゃ良かったんですね。まずね、行くな。まずね、や何、誰もウェルカムじゃなかったよ。ほんまやけど、まずね、はい、まずね、指輪3ケツ分渡したんですよ。で、山盛り上げたな、今、おい。指輪3ヶ月分って何やねん、90個あげたんかお前。給料3ヶ月分の指輪や。あ、給料ね。あの家の近所にこんな大きなのが起こってる、こんなちっこさんもどっちの散歩か分かる。その散歩の最中、前もこの玄関のここでね大きなうんちをしますねん。これが犬が、おっさんが。いや、おっさんかいそれ。はぁ、細かいな。嘘。嘘かい。で、僕の顔ねペロペロ舐めるんだ。犬が、おっさんが。細かい。嘘。嘘かい。
僕ね、あのちょっといきなりなんですけどね。何ですか？やってみたいことがあってね。何ですか？あのね、映画を撮ってみたいんですよ。あ、映画ね、うん、あ、確かにゆくゆくはこう映画とか撮れたらかっこいいよな。相当売れたらいけるかもしれんけどね。考えてる、もう内容も考えてる、ね、もう考えてんの？はい。でもなかなか大変やで、映画なんか撮るの。俺とミキは何の変哲もない片田舎で育った幼馴染だった。え？確認しますんで、お名前よろしいですか？あ、予約してたんですけど、はい、森山です。スンドゥブ様。森山です。スンドゥブ、スンドゥブと書いてます。森山です。あ、これ森山って読むんですか？はい、あの、てんこ盛りの森に、はい、それがスンです、ね、山です。ドゥブです。あ、そういう、あの、森山って読むんです。スンドゥブじゃないですか、これ。なに、訓読み、音読み、どっち？スンドゥブじゃないってことで大丈夫ですか？ちょっと、あの、森山で予約してるんです。あ、わかりました。これで森山と読みます。はい。古いな。なんでそんなインターホンをコルコすんだよ。普通でピンポンって声が気になるやろ。普通ピンポン。はい、ガラガラ。あ、どうも。あ、はい、あの、隣の町に引っ越してきたんですけど。怖いな。なんで俺が、なんで俺んちがチョイスされたやろってなるやろ。僕はあの、ここに八重歯がありましてね、ちょっと隙間が空いてるんですよね。ここから飛沫が飛ぶんですよね。これ今流行りの飛沫の八重歯やなぁ、言うてこう。これこの間考えたんですけど。綺麗な方というのはね、うん、この舞台上からもはっきり分かります。もちろんでございます。こうマスクつけておられてもね、うんうん、やはり綺麗な方は綺麗。そうですよね。で、こういう、そう、綺麗な方はやっぱりもう目につくよね、うん、で、こうね、もうパッとこう、まあまあまあ、見出したらね、まあ、見るかね、こうチラチラっとこうなったらね、情けない。ええ、漫才没頭できない。それはあかんやろ、プロとしては。今日は集中できます。どういう話や。あと、いたずらとかもね、よくやりましたよね。あの、ダッシュピンポンとかね。ピンポンダッシュや、それも、お前。ダッシュピンポンのやつは、おるやろ、ぜいぜい言いながら、その場突き指してるやつがおるやろ、ぜいぜい言いながら。いくら持っていくか。40両握りしめ。400万も。400万も。たかし、400万も。たかし、400万持ってるよ。何時に？虎の国藩。朝4時頃。朝4時頃ってよ。朝4時頃400持ってうろちょろしてる。そうそうそう。変なやつ。変なやつじゃないよ。繰り返り。問題繰り返り。3つ買いに。さよさよ。どうもありがとうございます。本当に ごめんなさいね、機嫌よう笑ってたのに、本当に。ね、なんか、なんやねん、お前、みたいな。気持ちよかったらみたいな感じに なると思うんですけど、まあ本当にね、もう切ない世の中になりましたよね。もう考えたらもうあっという間ですけども、1年ももう人生も一緒ですけどね。もう10代があってから振り返ったらもう66ですよ。まあ皆さんが不安になる気持ちも分かります。でも安心してください。皆さんには他のお仕事を手伝ってもらいますし、給料も今の2倍お支払いしますよ。んふざけんといてくる。いや、悩むのがね、最近、はい、あの、家用のメガネを買い替えようかどうか。いや、これね、皆さんしょうもないなと思いでしょうけどね、はいはいはい、もう大変ですわ。家用の、あのね、目悪い方分かると思います、うん、僕普段これコンタクトですけど、家用のメガネってね、ちょっとまああんまりこうおしゃれに気を使ってないような、ボロボロなんですよ。もう学生の自分から使っててね。まあまあ別に家で使うぐらいやからね、そんな高いもんやなくても安く売ってるでも。ありがとう。なもう冷えた弁当持ってはな、夜歩いとったらね、また前から暴走した自転車のおばんがやってきよんのよ。自転車のマナーも悪いんだよ。ダーッしてきて、これ怖いがな。右に寄ったら右に寄るし、左に寄ったら左に寄るし、チリンチリン鳴らせるくせにまだ口でチリンチリン寄るしやな。あと歌うまいっつったら、3オクターブ出るとかね、そういう3オクターブ、オクターブ、この低い音から高い音までこの出る音の幅が広い、これもすごい大事だ。言われたね。3オクターブ出てるねって言われたの。なんとかターブ出てる、ね、大丈夫ね。
とは言われた。怪しいよ、それ歌ってる時に言われてんの、誰かに。言われたね。カラオケとかで。なんとかターブできない。ちょっと待って、3オクターブの場合そんなことにならないのよ。どこに聞いてるか分からへんらしいねんな、うん、これやないかい。これはね、どこが鍛えられてるか分からへんやから、多分どこにも聞いてないのよ、ね、恥ずかしい動きをすることでメンタルだけが鍛えられてんの、これはな。何がきっかけでこのネタを作れるの。でもなんかまあ変な動きは多分やらした、僕がこれやっても多分あんまり。あ、そういうことや。はい、それで多分内海の方が多分いいんじゃないかということで。なるほど。そうですね。いや僕、はい、変ですか、なんか。何が。え、ほんま普通は、まあ、普通にこうやって、まあなんか別に、まあ、まあ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 普通。はいはい、いいですか。すいません。ないやん、だって、あ、なんか今日中華の口やわとかね、焼肉の口やわ、これ聞いたことあるやん、はいはい、フレンチの口やわ、聞いたことないもん。いや、そうやけどな。だってそんな口ないもん。いや、そんな口は、ね、ないことはない。我々庶民があの料理を食べる時っていうのは、そう、他人の結婚式だけ。やめなさい、そういうこと言うの。その時しか食べない。やめなさい、そういうこと言うの。それでね、他人の結婚式に一通り食べ終わった人の8割方の人がこれ、なんて言ってるか知ってる。なんて言うてんねん。パンが一番美味しかった。やめなさい、それは。歯医者探してんやったらさ、うん、俺が通ってる歯医者来たらええやん。あ、お前も通ってるんや。もう先生もすごい優しいし、ほうほうほう、治療も最新の技術使ってるから、はい、全然痛くない。あ、痛くない、うん、あ、いいね、それは。そんな悪かったん。でもめちゃくちゃ悪かった。あ、そう。もう恥ずかしい話、うん、最初行った時に写真撮られて。写真？今もう全国の小学校の保健室に貼られてる。今お前な、あれ、え、磨かんかったらこうなりますよのやつ、身内がやってるんや、あれ。やっぱりな、関西の人はすごいな、そのまま押し切ろうとすんな。押し切ろうって、やっぱすごい。もうびっくりした、お兄ちゃんガチャッと開けて、このさん、こうのこれ、喋るとき必死に喋るやろ。パッと見ようた瞬間、だからファンですって横に座りやがって、ね、何です。うわ、すげえ。びっくり体勢、この体勢で落ち着いたらめっちゃかっこええんちゃうんか。まさかの持ちこねる崩壊、まさかの持ちこねる崩壊、まさかの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 まさかの、みんなが笑うまでやりますからね。知ってる。何やそれ。そんなもんお前に教えてもらうの知っとるの。お前春菜咲き言うて順番に来んねや。ええやそれで。秋菜ともう一回夏来てみ、また半袖出さなきゃいけないか。半袖って何の話やねんな、うるさい。山本さん連れてきたで。あー、かわいいね、ちっちゃいね。パンやったら一日で食べれる大きさやね。はい、え、いや、パン、パンやったらね。なんでパンで例えんの。いや、かわいいってことやんか。いや、小さい言うても結構産むとき大変やったんよ。あ、そうなの。3800g ぐらいあったんかな。お、結構大きいね。はじめまして、 97000g の熊本です。 97kg。 ほんならみりんって10回言うて。みりんね。はい、みりん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 きりんみりん。いや、もう入ったわ途中で。さっきキリンって間違われたら出しがいないやん。これテンポやから。鼻の長い動物は天狗。なんやそれは。ここでキリンって間違えてほしいねん。鼻長いん天狗やろ。じゃ最後まで聞いてないね。鼻の長い動物はって言うてんの。あ、どう。時間経った。どうや。時間経ったら意味ないのよこれ、はい。まあ、この年になりますと、はい、まあ、これから大人の行動を取っていかないといけないと思うんですけど。まあ確かにそうですね。うーん、まあ、こういうご時世ですから。はい、節約なんかやっていかないとダメですけどもね。やってるからいかないで。僕はやっております。うん、僕はお風呂の残り湯で洗濯しています。あらん。あれなんなん、一緒に飲み会行った時に毎回言うやんか。何？すいません、山内お酒飲めないんで。そのすいませんってなんや。
なんでお前の謝罪からスタートしてんの。違う、大人の人ばっかりでみんなお酒飲んでるから別に謝罪とかいう意味じゃなくて、なんとなくすいませんって言ってるだけ。言ってるやん。俺もよくわからんけど、なんかペコってするけど。私は苦いものと辛いものは食えんぞ。お父さんの好きなものを用意いたします。熱い風呂も嫌いだ。ぬるめで用意いたします。寝つきが悪い時もある。寝かしつけます。お酒も飲むぞ。ご一緒いたします。トイレに行きたいと言ったら一緒に行きます。私は面倒くさいぞ。すぐ怒るし、すぐ泣くぞ。絶対に泣かしません。幸せにできるか。必ず幸せにします。結婚してください。意味がわかんねえんだおい。シャナリ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 。あ、舞妓さん綺麗ですね。おおきに。やっぱいいな京都弁は。あら、アンさん頭ハゲとりますね。言うかよ。どんな姿勢で舞妓が街中歩いてんねん。お父さんもハゲとるんどすかい。親父もハゲてますけど、それが何か。おおきに。どこで言うてんの。いいクイズを仕入れました。何や急に。仕入れましたって業者さんみたいに。え、好きですかクイズ。あ、クイズ好きですよ。じゃあやりましょうよ。大丈夫でしょうか。じゃあはいはい。あ、大丈夫ですか。あなた咳込んで。はいはいはい。第1問です。漢数字の1。珍しい。普通こういっぺとね、多分日本なんでね。あ、そうですか。はいはいはい。ガラスのコップに入るけど取り出せないものってなんだ。ガラスのコップに入るけど取り出せ何。マスクしてますと顔の表情が分かりにくいんですけれど、たまに気づいてくれる人があって、あっ言うてね、止まりはるの、あっ言うて、でその後名前が出てけへんみたいでね、大阪落語メガネってこんな。小田さんのことをおいでやす小田って言うんですよ、はい、僕のことをおいでやす小賀って言うんですよ。意味わかりますか。僕がいつの間にかおいでやすを襲名してるんですよ。なるほどね。吸収されてるやん。関係で言うと師匠と弟子の関係になりますね、うん、おかしいって、うん、芸歴は同い年で芸歴1個しか違わない、まあ、1年しか違わへんのに。燃えるゴミ、燃えないゴミ。燃える燃えない。ほんでプラスチック。プラスチックでね、あのペットボトル、ペットボトルと缶、ペットボトルと缶は一緒でええねん。え、それと蓋はあかんの。蓋はプラスチックで出さなあかんの。え、プラスチックあだ、え、蓋集めてんのか。捨てるためにな。信濃先生ね。はいはいはい、そうです。私、日本舞踊部。日本舞踊部いいです。末成由美って言うんです。末成由美さん18歳です。18歳。はい、81歳じゃなくて18歳。18、高校3年生です。あ、そうそうなんや。はい、君ってさ、はいはい、買い物したことある。うん、まあ、俺寄付で生きてるわけじゃないからね。人並みにあるけど。あ、そう、うん、ってのもね、ちょっと今大きい買い物しようと思ってるんだけど、うん、これ候補が2つあってどっち買おうかで迷ってるの。あー、なるほどね、うん、気持ち分かる。分かる。俺もね、ダウン買おうか、うん、コート買おうかで死ぬほど迷ったことある。全く同じ気持ち。うん。あ、でも、あ、部長一発どうだい。わ、とても残念なんですが、今日社長主催の飲み会ありまして、はい、社員強制で全員参加なんですよ。すいません。よし、わし誘われてんよな。とても残念なんですが、うん、社長部長嫌いみたいで。もうええわ、おい。めちゃめちゃ嫌われてるやん。めちゃめちゃ嫌われてます。嫌われてますよね。残念です。うん、ある写真を撮っていた外国人観光客の方の前をね、はいはい、僕が横切ったら、はい、その方が、はい、What? 何かようわからへんかったんでしょうね。自分の国にはいない何かが。あ、パニック食らってますね。すごいパニックですね。うわ、すごい。あ、一応液晶の画面一回拭いてみて、大きく拡大してみて、確認した上で実物をもう一度見て What? もうええわ。なりたいものが1個見つかりましてね。あ、見つかったよ。そうなんですよ。何になりたいの。あのね、女の子になりたい。いろいろ辛かったんかな。女の子になりたくないか。
細かく言うと28歳の OL になりたい。えらいピンポイントやな。28歳の OL になって、あの同期のね、同僚の OL とか、でこう OL 仲良し3人組や。この3人組で飲んでる時に、ねえねえどうする、うちらあと2年で30だよって言う。全然共感できひんわ。時大変な時あったけど、こんだけ入ってもらったら嬉しいね。こんな時にね、こんだけ入ってもらって、もう出てきた瞬間もう胸が熱くなって、わかるわかるわかる、もう目頭まで熱くなって、もう本当に言葉に言えないぐらい感動します。お芝居まで大いに楽しんで帰ってください。そうしなさい。そのふやアイポップ、アイポップ、なんじゃそれ。ウィーンオナマスティ、ウィーンオナマスティ、インド、インドのアイ、珍しい。カラオケでお前マイク持ってんかな、こんなんして。ポリュートダンス知らん。あ、知らん。 J-POP やろ。 J ね。お前のラムリエの名前か、名前が、ねねねね、マイク歌ったらおかしいやろ。バキバキすぎて笛ひん曲がっちゃってんだよ、おい。いやいや、アコーディオン食ってるよ。どういう角度これ。人間ができるか。戻した、戻れ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 、おい。大丈夫か、大丈夫か。普段それで二人でやってんのか。今から身体検査します。あら大丈夫です。なにわのなんとかでございます。あの、今からはですね、この画面だけをもう見ていただければもうそれでもう十分でございますので、あとはもういろんなことを考えててください。いろんなことを考えてあかん。ご冥福をお祈りしますってみんな言ってくれるかもしれんけど、言うよ。あれ実は宗派によって違うから、全員には使ったらあかんねんて。宇治原、もう一個お願いします。死なせてあげて。文字を見るしかないの。だから正直もう門構えを見てないの。だったらもうよかったら本当大きな問題が終わった後でいいんだけど、なんかもうこうしちゃっていいんじゃないかなとは思ってます。はい。ただこれパッと見これ自体は見慣れないじゃない。だから逆に分かんないから、思い切って門構えはこう外側にこうやっちゃって、こうね、これ見やすいんじゃないかなと思いますよ。はい。でもさ、やっぱアニバーサリー、やっぱアニバーサリー俺のことアニバーサリーって呼んでんの。素敵やわ。記念日やで。兄しかおてへんから、バーサリーどっから来たってなるから、それ年日やめてやめて。そんなお兄ちゃんか。僕ら小中高と学校が一緒やんか。まあまあ一緒ってか、お前がついてきてるだけやけどね、それは。